はい、皆さんこんにちは。緩和院長です。このチャンネルではまっとうな医学医療情報を皆さんにお伝えしていますが、 C こと新型コロナウイルスの最新の情報をこれまで皆さんにお伝えしてきました。さまざまな情報、さまざまな研究、さまざまなデータが出てきましたが、いまいち腑に落ちないようなところもあったのかもしれません。というのはこれは比較試験でしっかりとした研究が組まれているものではないと確たる結論が導き出せないからなんですが、今回出てきたのは比較試験なんですね。そしてその研究、一体どういう治療を対象にしたものかというと、回復者血症なんですね。要するに C に一遍かかって回復した人の血症、血液の成分の血症ですね。これを患者さんに入れることによって改善するかどうかを見るというものですね。これでなんで改善するのかというと、その血小の中には抗体が含まれるからなんですね。要するに C を倒すことができる抗体がその血小にはふんだんに含まれているため、それで C から今重症の患者さんとか患っている患者さんが回復してくることを期待するものなんですが、その比較試験の結果が出てきました。さて結果はどうだったかというところで、そうですね、まず結論から言いますと、なかなか厳しい結果だったんですね。このチャンネルでは普段まっとうな医学医療情報決して多くないんですね。 YouTube でもそうです。そのため臨床家の視点からまっとうな医学医療情報を皆さんにお伝えすることを目的としております。最新の情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、 Twitter フォローよろしくお願いします。それでは早速その出てきた中国の研究なんですが、この論文をよく見てみましょう。はい、こちらがその研究なんですね。103人の患者さんですね。いや、大変なことが起きましたね。診療所が大きい通りに面しているので、よくこういうことがあります。はい、103人の患者さんなんですが、この研究ただ一つ限界点があって、早く終わってしまったんですね。なんで早く終わったのか、それは勘がいい皆さんお気づきだと思いますけれども、そうなんですね、患者さんがいなくなってしまったからなんですね。この研究では回復者血症の効果の指標として臨床的改善までの時間を計測していますね。結果としては臨床的改善までの時間には回復者血症群もそうではない群も統計的に意味のある差が出なかったということなんですね。回復者血症を行っている群とそうじゃない群で意味のある差がなかったということなんですね。ここにも書いてありますけれども、 Did not なので意味のある差ということを28日で見出すことができなかったということですね。ただこの研究は早く終わってしまったので、これ重要なんですが、早く終わってしまったりとか、予定したものより少ない人数でなってしまった場合というのは、検出する力というのが下がってしまって、実際は差があるのにもかかわらず、差がないとしてしまう可能性があるんですね。この研究にはそういう限界があるということがここに書かれていますよね。研究はオープンレーベルですので、どちらの治療を受けているか、これは分かるようにはなっているんですね。複数の施設でランダム化した比較試験ではあるんですね。7つの医療機関でやってますね。場所は武漢ですね。2月の14日から4月の1日まで行われています。症例は重症の方ですね。そしてまた重篤の方も含んでますよね。重症あるいは重篤というところで、重篤の方はショック状態ですね。これは医学的なショック状態なので、精神的なショックではなく、血圧が下がったりなど生命に危険が及ぶ状態ということですね。そして臓器不全、そして人工呼吸を必要とする分、そういった重篤な方と、あとは重症ですね、呼吸不全があるような方、そういった方が対象にこの治療を受けています。103人の研究だったんですね。200人予定してたみたいなんですが、103人で終わってしまいました。回復期の血症を標準治療に重ねる群と標準治療だけの群があるんですね。標準治療は後で説明しますけれど、結構ちゃんとやってます。プライマリーアウトカムという一番重要な評価する対象ですね。それは28日以内における臨床的改善までの時間を計測していますね。そしてセカンダリーアウトカムズ
なので次に重要な指標として28日の致命率とか、今日はすごいですね、28日の致命率や退院までの時間、そして72時間までのウイルスが PCR で陰転化する率ですね、そういったものを見ていますね。患者さんの中央値は70歳ということで結構上ですよね。重症の方が多いからですよね。男性の方が多いということになります。6割が大体男性、101人がテストを終えることができているので結構終わってますよね。そして28日以内の改善率でいうと、回復期血小群が 51.9%、 対象群が 43.1% だったんですが、これがマイナス 10.4 から 28.0% の間ということで、これそうですね、統計的に意味のある差ということではないんですよね。他にもいろいろデータが出てるんですけども、おしなべて差がなかったというような結果になってますよね。あと重症の方でいうと 91.3% が改善したのに対して、標準治療群は 68.2% ということで、ここの群の解析だと統計的に意味のある差がついてるんですね。一方で重篤の場合で言うと、回復血小群が 20.7%、 そうじゃない標準治療群が 24.1% ということで、こちらは統計的に意味のある差がついてないんですね。ということでここだけ見ると重症の方の方だと統計的に意味のある差がついている、すなわち重篤だと効果がなくて重症だと効果があるというふうにも読めるんですが、ただしかしこの P4 はインタラクションというところですね、ここを見ると重症と重篤の間の結果の差というのも統計的に意味のある差がついてないということなんですね。これちょっとややこしいですけどもね。というわけなので、重症と重篤でこれ結果が違うというふうにも解釈できないということになります。ただもしかするともうちょっと研究規模を増やして重症だけに絞ってやってみるといい結果というのを得られるのかもしれませんよね。他にも28日の致命率に関してはこれも大阪だし、退院までの日にち、ランダム化をしてからですね、割り当てをしてから退院までの時間というのも差がなし、ただし72時間までのですね、PCR の陰転化に関してはこれについては意味のある差が出たということですね。これは回復血小を行った群の方が陰転化したというような結果が出ています。副作用に関しては101人完遂していますけども、そのうち2人に出たというんですね。それはどういう内容だったか後でお話します。というわけでどういうふうに解釈するのかということなんですが、この研究においては回復血小群で明らかな良い効果というのは認められなかったということになるんですね。一方で検出する力が早く終わってしまったために、数が少なかったために落ちてしまった可能性があるということも書かれています。それではもうちょっと本文を見ていきましょう。回復血小に関しては MERS やエボラでは検証されてないけれども、 SARS の時には検証されたんですね。除外している人ということで、24時間より命が短いだろうと予測される人とか、 DIC ですね、発生血管内凝固症候群といって、どんどん血の塊ができてしまってそれを溶かそうとして血が固まりやすくなり、かつ出血もしやすくなるというような、進行した時に出てくるようなこの病態があるような方、あと重篤な敗血症性ショックがあるような方というのは除外されているので、本当に今すぐ亡くなってしまいそうな方というのは除かれているということがわかります。標準治療群ですね、回復期血症に標準治療をやっている群と標準治療だけの群なんですが、標準治療群というのは結構何を使ってもいいような感じですよね。見ていると抗ウイルス薬ですね、あとは抗生物質、ステロイド、免疫グロブリン、あと漢方とかですね、他の薬も使っていいということなので、標準治療群は結構いろんな薬使ってできてますよね。ちょっと前にステロイドでもしかすると死亡率改善するんじゃないかって話がありましたけど、ステロイドも使っていいということになっているので、そういったところで差が少なくなってしまったかもしれません。オープンレーベルということで、特に医者も患者もどちらの治療を受けているかわからないといった類の試験ではないんですね。はい、ここにも書いてありますように検査は早期に打ち切りになっちゃったんですね。というのは3月24日からの7日間もう新規発症例がなくなってしまったということなんですね。あとこの研究のポイントとして、随分後になって始めてるんですね。だいたい中央値ですね、発症してからこの割り当てまでが30日も中央値としてあったということなんですね。
随分時間が経ってからやってるというところが一つポイントになります。副作用は2例出たということをお伝えしましたけども、1人は悪寒と発疹ですね。2時間以内に出たということで、これはアレルギー症状が考えられるというようなことですね。そしてもう1人に関しては、息苦しさが結構出たんですね。あとチアノーゼといって皮膚の色の変化が出てしまった。循環不全ですね。が起きているという時にこのチアノーゼというになりますけどもね。あと非常に強い呼吸困難がこの点滴をしてから6時間以内に出たということなんですね。こちらのケースは血小板投与に伴うような呼吸困難の可能性があるというふうに指摘されています。ただしどちらもこれで死に至っているということはないそうです。重症の C においては回復血小板の意味がありそうだと。しかしこれは先ほどもお伝えしたように重症と重篤の間で本当に統計的に意味のある差があるのかということを比較検討すると、それに関しては意味のある差ではないというふうに出ちゃってるんですね。そのため、この重症と重篤で結果が違うということをこの研究では言えないということになります。ただ可能性としては重篤な場合じゃなくて重症の場合だと効果があることが期待し得るんじゃないかというようなことですよね。そして多くのケースで発症後14日ぐらい経ってからですね、早くてもそれぐらいは経ってしまってるんですね。そのためもうちょっと早く投与開始したらもっといい結果が出たかどうかという可能性があるんですけど、それについてもわからないということ書いてありますね。というわけで、それらがこの研究の限界でもあるんですけども、一つは結果的に研究が早く終わっちゃったので研究のサイズが小さくなってしまっているということですね。そのため本来は検出できた違いというのを検出できなかった可能性があるというところがこの研究の限界の一点。他にもいくつかあるんですけども、30日ぐらい経ってからなんですね、開始になったということで、もしかするともっと早く始めると、より大きいメリットを得られた可能性があるということですよね。あと、重篤の方とか重症の方って、ここにも書いてありますし、日本からの報告にもありますけど、ここ重要ですが、回復まですごい時間かかるんですよね。もう本当にこれ、先日のドエンタイさんのツイッターの動画上げましたけど、やはりすごく時間もかかるし、本当にあの状態が変わってないように見える方もいると思うんですよね。そのためこの28日という時間は短かった可能性があって、もっと長いスパンで見るとより明らかな結果が出たかもしれないというようなことがここに書かれていますね。以上がこの研究の結果ということになります。はい、では私たちはこの結果をどういうふうに解釈すべきなんでしょうか。確かに回復結晶ちょっととすごくいい効果というのを得るのは難しそうというのがこの結果からは分かりますよね。一方でこの回復結晶、何を目指しているかというと、抗体を入れてウイルスを排除するということなんですね。ただしこれまで皆さんこのたくさんの動画を見てくださっている方はきっと分かると思うんですが、非常に炎症が強い場合ですね、常に激しい炎症がある場合というのは、果たしてそのウイルスと抗体というのを戦わせて、そこで問題となっているこの炎症ですね、を鎮めることができるのかというと、それはちょっと難しいのかもしれませんよね。と考えると、実は重症の方で差があるというふうに解釈してはいけないんですけれども、より早い段階だとウイルスを排除するという効果が期待でき、結果的に炎症を下げることができるので、いい効果を得られるかもしれないと。しかし、ものすごいこのスパイラルがですね、ウイルス炎症のスパイラルがひどくなってしまって、ものすごい炎症がある場合だと、そこにいくらウイルスを倒すためのものを入れたとしても、もう効果はないのかもしれませんよね。そうやって考えると、確かにこの研究で言われているように、もっと早い段階で使ってみると価値があるものなのかもしれません。いずれにしろサイズが少なくなってしまったと、これは世界中どこでも今起きている問題ですよね。本当は検出できたものが症例数が少ないので検出できない、そういったステージに入ってきてしまっているわけですよね。そのためこの研究ではちょっと限界があるので、果たして回復結晶本当に効くのか効かないのか、これに対して結論することは残念ながら難しいんですが、ただもしかするとその場合により本当に悪いわけじゃなくて、重症の中でも比較的早い段階の方に使えば効果を得られるのかもしれません。ただこれはあくまで仮説ということで、はっきりということはできないということになりますけれどもね。ただいずれにしろ、いろいろ出ているような観察研究というよりは、しっかり比較してですね、使った群と使わない群で比較したというところでありますし、ちょっと標準治療群がね、手厚すぎるというところもありますので、ほとんど差がなくなってしまったのかもしれませんけどもね。ただいずれにしろ、そういうわけで回復結晶完全に目は立たれたわけじゃないんですが、
この点滴で全てが改善するというようなものではないということは分かったんじゃないかというふうには思います。少しずつこのような比較試験が出てきたので、以前よりは確たることが言えるようにはなってきましたよね。これからもいろんな新しい情報ですね、真っ当な情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このような情報がまた入ったら、なるべく早くお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。